はい。はい。今日はこれでやります。ありがとう。ありがとう。これね、これを、漢字で書いたことは、見たことある？あるけど、なんかめっちゃ難しい。ありがたい。見たことある？ある？ないか？うん。まあ、携帯でスマホでありがとうって言って、やったらこれ出る。感じ。あるよ。うん。そういうことなんだ。漢字って意味があるの。うん。ね？何でも漢字で意味あるでしょ？うん。これも今意味がある。このありがとう、ひらがなのありがとうがよく使われとるけ、うん。漢字で書いたらよくわかるでしょ？ってこと。うん。あるのが難しいと書いてる。うん。ね？あるのが難しいと書く。うん。だから当たり前じゃないですよっていう、うん、何かされたこと、何かしてくれるね、うん、という時にしてくれるっていうことは本当あることが難しいことをしてくれるんだから、うん、ありがとうございますっていう、うん、当たり前だったらありがとうじゃないんだ、うん、当たり前のことだったら、うん、あることが難しいからありがとうございますっていうだけ、ありがとうの対義語、対語ってわかる？うん、そうかよ。対義語。なんてない対義語と。対義語。だけ、反対の言葉や。長いの反対は短いとかね。うん、太い、細いとか、対義語、うん。ね、優しい。怖い。優しい、厳しいとかっていうことの、うん、ありがとうの対義語、さっき言った通り、なんだと思う？ありがとうの対義語は当たり前です。ね、そういうこと、うん、当たり前なの、うん、ありがたい、うん、あるのが難しくないことは当たり前ない、うん、だからいつも家族でも親しき中にも礼儀ありって言って、うん、なんか取ってくれたりしたら、ありがとうって。うん、当たり前じゃないの。うん。母さん急に取って、って。うん。もらったらありがとうって言ったろ。うん。当たり前じゃない。うん。あれものが難しいわけ。うん。それが当たり前になってきた時には、人間関係が崩れるけ。うん。亀裂が入る。うん。だから、もうありがとうって言ったんだったら、うん、本当にありがとうって思わんと。うん。相手に対して。うん、そういうこと、これ本当にね、忘れとるやつが多い、うん、大人も、うん、いうこと、うん、以上コロナに気をつけてください、うん、あと1個この間ね、これ言おうと思ったら静岡県かな、うん、ちょっと県忘れた、静岡県だったかな、保育園、うん、保育園でね、うん、1歳の子を虐待したわけ、うん、保育園の先生がよ、見てないニュース、うん、見ただろ、1歳よ、うん、バカかあれまあほんまやめれほんまね、うん、1歳の赤ちゃんよ、うん、もう足持って宙吊りにしてから、えほんま自分が親だったらもうたさじゃ済まさないね、うん、もうバカじゃないと思ったの、そのニュース見た時、うん、で保育園の先生3人、うん、なりたくてなったんじゃないのって言いたい、うん、お前ら三人なりたくてなったんじゃない保育士にって、うん。赤ちゃん育てないけなったんじゃない、うん、何を中途に一緒にしたの、こう。これ。ねえ。ほんま。その、ほんで、その先生ら、うん、事情聴取とかしたら、4歳の子がやっとる。えそれ、カッターナイフを出して、脅しとん。うん、
ヤクザかわるやん。ほんま。お前、赤ちゃんとか子供に何買ったでこだしたの、これ。やば。しまったろ、俺。俺。来いや。まあ、それ、そういうことしたら、いい給食じゃなくなるけど。うん。俺。だからすまさんと。いやほんま4歳とか1歳にええ大人が3人で何しとんって話してた、うん、いい加減にせえやろ、うん、免許返せ、うん、マジそうやったらねえ思わんおかしい先生なんなんやって話して、うん、俺みたいな一般人でもそんぐらい分かるって、うん、しちゃいけんのぐらい、うん、先生になったんだったらしちゃいけんやろ絶対、うん、クビじゃないの以上以上おしまいおしまい。